ローバー SD1 はイギリスローバー製自動車のコードネームであり、1976年から1987年まで生産されていた一連の中から大型乗用車である。当初はブリティッシュレーランド1986年からはローバーグループによってローバー2000、ローバー 2600SE、ローバー V8S などの名称で販売されていた。 1971年当時の BLMC では、ローバー P6 とトライアンフ2000、2500シリーズを並行生産しており、苦しい台所事情の中で、企業合同の効果を出すためには、両車種の統合が不可欠な状況になっていた。ローバートライアンフ両部門に提案が求められ、P6 と同じスペンキングとデビット・ベイチュのコンビによる、ローバー案が採用された。 彼らは前年の70年 SUV の設計に新境地を開いたレンジローバーをデビューさせたばかりでまさに油の乗り切った時期にあった。なお、新型車の開発コードネームは P7 ではなく SD1 とされローバーとトライアンフ部門が統合され中高級車やスポーティーカーを開発する部門となったことを象徴していた。BLMC の苦しい経営を反映してか スペンキングの設計は P6 よりもむしろ保守的なものとなり、一般的なモノコック構造のボディ、後輪固定軸のサスペンション、アウトボード式のサーボ付きディスク、ドラムのブレーキが採用された。しかしセルフレベリング式、リアダンパー、ローバー発のラックピニオン式ステアリングなど、時代の潮流には決して遅れてはいなかったし、米中のデザインは1960年代の ピニファリーナの作品、特にフェラーリデートナのフロントエンドと BMC1800、プロトタイプのシルエットから多くを学んだ革新的なもので、SD1 には P6 に続いて、ローバー2度目のヨーロッパカーオブザイヤーに輝くだけの十分な新しさがあり、賃貸を極めた当時のイギリス自動車業界の希望の星となった。SD1 は1976年6月に 8-3500が発売された。翌1977年に、時期6の2300と2600がデビューし、ローバー P6 とトライアンフ2000、2500の生産が終了。ローバーは SD1、トライアンフは TR72 車種が一本化されることになった。ステーションワゴンも試作されたが、生産化には至らなかった。当時の BLMC 会長、 マイケル・エドワーズ卿がパーソナルカートした一台がブリティッシュモーターヘディテージに今も保存されている。SD1 は1975年の BLMC の破綻後に政府資金の投入で大回収された英国ウェストミッドランズ州ソリハルのローバー工場で TR7 と並行生産されたが当時の BL 製のあらゆる車種につきまとった品質の低さに悩まされた。 内装材の摩耗のひどさや細部の仕上げの悪さが当初好評で SD1 を迎えた英国車ファンを深く失望させたのだった。SD1 はその後1979年には高出力な V8S を追加1981年には生産工場が旧モーリスのカウリー工場に移され翌1982年に大規模なマイナーチェンジが行われた。 クロームで縁取られたヘッドライト、大きく変更されたインテリア、後方視界改善のため広げられたリアウィンドウなどが新モデルの特色であったが、同時にモーリスイタルの直期 42000cc、ーシリーズエンジン搭載車、イタリア VM も、通り製、ディーゼルターボエンジンを搭載した 2400SD ターボも追加された。その一方、V8 を、 フューエルインジェクションで190馬力に強化した V8S に代わるホットモデルの3500ビテス、豪華版のバンデンプライも追加された。日本には当時のディーラー、日本レーランドを通じて1979年から1981年頃に正規輸入されたが、元来の品質問題に加えて排気ガス対策がうまくいかなかったこともあり、販売はかんばしくなかった。 同じ理由で対米販売も不振となった。当時のカーグラフィック紙の長期テストにはその状況が詳しく述べられている。1987年、ホンダレジェンドをベースとしたローバー800が登場し、SD1 の生産は303,345台で打ち切られた。100%英国の技術で作られた最後のローバーであった。ありがとうございます。